お疲れ様です。レジスタのレジです。今回はブルーペック参戦ということで、ブルーペックのかっこいいフレーズを3つにまとめてね、紹介していこうかなと思っております。まだ低音研究部に入部してないという方はチャンネル登録のボタンを忘れずに押して帰ってください。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目がアニマルスピリッツという曲なんですけれども、まあ、この曲はねちょっとフレーズがかなり多くて、サビだけの紹介になっちゃうんですけれども、まあ、サビを一つ見ていくと、でこのフレーズは4弦は使わないので4弦の上に親指を置いて入刀するような形で2弦3弦1弦を弾いていきましょう。まあ、小説の最後から、フレーズが入ってます。こうですね。ここまで。次のフレーズからは指を大きく広げていきましょう。ここですね。ここは2弦4フレット人差し指で、3弦7フレット小指で、2弦6フレット薬指、こんな感じですね。これちょっとかなり難しいですよ。でその次のフレーズも難しくて、ここのフレーズなんですけど、1弦の8フレット小指で、2弦の6フレット中指で、もう一回8フレット小指で、2弦の6フレット中指で、3弦の4フレット人差し指という感じで押さえていきましょう。こんな感じですね。で次、ここまでなんですけど、ここがこっから先、これ全部16分音符の裏で入ってくるんですけど、ここで16分音符の感覚が培われていないとこのフレーズをリズムよく弾くことができないです。なんでこういうフレーズを通して16分音符の裏を感じれるようになっていきましょう。ここですね。で次のフレーズが、ここはグリッツダウンしていきましょう。グリッツダウンして着地でこうで合わす感じ。こんな感じですね。この着地をきれいに合わすためにもゆっくりグリッツダウンしていきましょう。ゆっくりグリッツで粘りながら3弦4フレットの着地を合わしていく感じです。これがうまいことできるようになるとめちゃくちゃ気持ちいいです。基本的にはあとは同じフレーズを繰り返すという、まあ、サビのフレーズになっております。はい、じゃあ次の曲、141DiMaggioっていう曲なんですけれども、これちょっとね、僕演奏をミスってて、タブーが正解なんですけど、演奏をちょっと僕勘違いして、ゴーストノートの数をね、ちょっとミスってるんですよ。ちょっとほんますいません。で何がどうちゃうかっていうと、演奏シーンでは、っていう感じで、このゴーストノート僕1回にしてるんですよ。でここ全体的にゴーストノート2回入るところを僕1回で演奏しちゃってて、ちょっと失敗しちゃいました、すいません。で本当は2回です。みたいな感じで、ちょっとゴーストノートね僕1回で演奏しちゃってるんで、このタブ譜通り2回で演奏してください。2回が正解です。でこのフレーズは基本的には全部オクターブです。で難しいところがあるとすると、2フィンガーとスラップが切り替わるところがあるんですね。でそこが結構難易度高いということなんですけれども、この次、ここのフレーズまでが2フィンガーなんですけれども、この2フィンガーで流れていくと、こう4弦弾くんで、ピックアップの上に親指を置いてもらったらいいんですけど、次いきなり1弦でいきます。これ行くときは、結構バタバタしたフレーズなんで、スラップしたり2フィンガーしたりするんで、どうしてもミュートがおろそかになってしまいますと。おろそかならないように親指の位置は4弦かもしくは3弦で置いてもらっても OK です。僕は4弦で置いてるんですけれども、まあ、3弦でも2弦でも、まあ、OK という感じでミュートを意識して演奏していきましょう。ハイポジションに移動するところも
多分ここまで演奏してるとちょっと頭がねごちゃごちゃしてると思いますので、ハイポジションの位置だけはねしっかり確認しながら着地を12フレットに合わせて弾いていきましょう。これが行き過ぎたり行きなさすぎたりするとピッチ外しちゃって、まあ、ちょっとね音痴なフレーズになっちゃうんでね、まあ、そこだけは注意していきましょう。まあ、こんな感じですね。次はロストマイトラベルナンバー4っていう曲なんですけど、この曲はね僕めっちゃ好きなんですよね、ブルーベックの中でも。ちょっと一回演奏してみますと、まあ、こんな感じ。この曲はねハイポジションに行ったりこっちにまたローポジションに戻ったりとポジションが確認しにくいフレーズなんですね。なんでしっかりとね演奏する前にどの場所を押さえて弾くとか、どの場所がゴーストノートだとか、そういうのを確認してからね演奏していきましょう。次のフレーズですね。このフレーズ、まあ、これは3連符を詰め込んでる感じなんですけど、ここがいわゆるリズムがずれやすいパターンの1つ目ですね。で使う指としてましては3弦から5フレットに人差し指で、次1弦の7フレットは薬指、薬指1弦5フレット人差し指、2弦7フレット薬指、2弦6フレット中指、2弦5フレット人差し指、もう1回人差し指を続けて2弦3フレット人差し指という感じですね。この人差し指が2回連チャンで行くのは難しいと思う方は、もしよかったらこの3弦の8フレットでも OK です。こんな感じですね。こうやってでも OK です。音は変わらないんでやりやすい方を取ってもらったらいいかなと思います。でこれが終わりますと次また同じことを繰り返します。ここまで一緒で次がこのフレーズですね。まあ、このフレーズはねちょっと僕では絶対思いつかないようなフレーズなんですけど、かなりファンキーさが出てるフレーズなんでちょっと ここは得してもらいたいところなんですけど、スライドダウンで13フレットから12フレット薬指、1弦10フレットを人差し指で、12フレット薬指、14フレットも薬指で、10フレットを人差し指押さえて2弦12フレットを薬指。まあ、こんな感じですね。これはなかなかファンキーなんでね、まあ、ぜひちょっと覚えててください。でこれが終わりますと次のフレーズに移っていくんですけれども、まあ、次のフレーズはどういうフレーズかっていうと、さっきは D で弾いてたんですけども、次が E になります。こんな感じで D から E に変わる感じですね。ポジションが1音ずれるというだけであって、やってることは基本的には変わらないので、さっきのまま弾いてもらったらいいと思います。ただ1音変わるだけなんですけれども、そうなってくるとハイポジションの場所も全部1音変わっちゃったりとかして、なんとなくですけど複雑に感じるんですね。なんでこちらもちょっと反復してね、ポジションの場所をしっかり覚えて演奏してもらうといいかなと思います。何しか3連符のところは勢いでいいんですけれども、このフレーズはなんかねタブ譜とか譜面とかで覚えるっていうよりかは、音とか耳で覚えてなんかフレーズを歌わすような感じで演奏してもらうとより本物っぽくなるんじゃないかなと思います。はい、今回はブルーペックベースライン参戦ということでね、まあ、3つのベースラインを解説させていただきました。ちょっとね最近僕の中でブルーペックがまたブーム来てるということもありましてね、まあ、ブルーペックの曲を演奏することが多くなってきてるという感じなんですけども、まあ、まだブルーペック聞いたことないっていう方はね、ぜひねこの機会にね一度聞いてみてください。でブルーペック好きだっていう方はどれ曲が好きなのかも教えてくれたら、ちょっとね僕もその曲聞いたことないんであれば聞いてみます。最後までご視聴ありがとうございました。各種 SNS のフォローの方よろしくお願いします。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。